ドカッコ仮君と過ごす夏休み婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ちょっともう日付的に怪しいところがありますけれども、今日も元気に投稿していきましょう。最悪何にも起きなかったらこのまま最終回を迎える可能性すら出てくるな。学園チェック、おお、ある、桜井さんイベントが来た来たけど、もう25日だぞ。それじゃあ、黒川さん、あれか、撮影か。ここだね、了解。私は隣でいいですか？はい、そこで仲良く並んでる感じでお願いします。2人しかいないのに本当にやるつもりなんだねなんだか楽しいですね。桃子、本当に楽しそうだね。まあ楽しもうかね。いつも通りで大丈夫だから。あ、来てくれたんだね。てかさ、俺今日呼ばれてたの、うん、そもそも今日は今から例の番組の収録、まあでも手伝うっていうことにはなってましたからね。よかったら見学していってね。ギャラリーがいた方が盛り上がると思うし。ギャラリー俺しかいねえだろ。ああ、ともちゃんはね、今回撮影をお願いした映画研究会の人を呼びに行ってるんだ。あ、なるほど、カメラマンは英検の人か。お、来たかな。あかねちゃん、大変大変。お、どうした。ともちゃん、どうしたの？あれ、映画研究会の人は？もしや逃げられたか。それがね、部室に行ったら誰もいなかったんだよ。慌てて撮影をお願いしてた人に連絡してみたら、風邪をひいちゃって今日は来れないみたいなんだよ。いや、ちょっと風邪をひいてさ連絡できないっていうのはさ、まあわかるけどさ、なんかメールなりさ LINE なりでさ、ちょっと一言くらいは言うべきでしょう、英検の人。こっちから連絡しないとさ、コンタクト取らないって。いや、それは風邪の具合にもよりますよ。本当にもうインフルエンザでね、そのメールすら打てないって言うんだったらわかるけど、ちょっとの風邪くらいだったら連絡の一つメールくらいは多分できると思うんですよ。でも顧問の先生にお願いしたらカメラだけは貸してもらえた。なるほど、カメラは貸してもらえたと。ってことは俺がカメラマンやらされんな。私たちで撮影するしかなさそうだね。まあでも撮影するのは俺できますよ。そんなこと急に言われても。大丈夫大丈夫、俺できるから。自分がやろうか、おしいさんがやれば、朝比奈さんに頼もうなんで出演者がカメラマンやるんだよ、お前ほんとアホだな。いや、これはね、ぶっちゃけ自分やります。でも放送委員でもない人にそこまで頼んじゃっていいのかな。大丈夫大丈夫、どんと任せてくれ。ここはもう本当にどんと任せてくれ。うん、わかった。そこまで言ってくれるならどんと任せちゃう。よろしくね。ようやく俺の出番が来たな。じゃあ私と一緒にカメラ位置の打ち合わせをしよう。 OK だ、任せろ。よろしくね。さあ、こっちも準備を終わらせなきゃ。皆さんこんにちは、放送委員会の桜井あかねです。今回は我が放送委員会がお送りする特別番組に豪華なゲストが来てくださいました。ニューロンクリームソフトの黒川凪子さんと朝比奈涼子さんです。ニューロンクリームソフトってあれか、バンドの名前か、何なんだとか思ってたけど。どうも、今日はよろしく。てか分かりづらい名前だな。よろしくお願いします。どういう意味なんだろう。お二人には後でたっぷり演奏していただくとして、まずは軽くトークのコーナーを。お二人は軽音部に所属していますが、軽音部のメンバーはとても仲がいいですよね。何か仲良くなる秘訣のようなものはあるんですか？秘訣ですか？あれ、困ってる。いや、こういう質問ってさ、あらかじめさ事前に言っとくべきでしょう。番組内でこういう質問するから、あの回答を用意しておいてくださいねって。考えたこともないしめっちゃ困ってるよ。そんな仲良かったっけいやいや、そんなことないですよ。軽音部は仲のいいって有名です。こんなトークでいいのか。先輩後輩なのにまるでお友達みたいな間柄で、ああいう関係に憧れる
という話も聞きますし、この映像を見ている生徒さんの中にも軽音部を参考にしたい人はいっぱいいると思います。軽音部すげえ有名だな。かどうかはわからないけど、音でつながってる関係だから年は関係ないね。なるほど、実力主義ということだな。気楽に何でも喋ってる感じかな。なるほど。そのあたり朝比奈さんはどう思われますか？なぎこちゃん先輩はとてもいい先輩です。私は尊敬してますよ。いやいや、話がずれてるから。今は音でみんなつながってるから上下関係なんてないって話だから。これはあれだな、部長の意見が各部員にちゃんと伝わっていないな。でも本当になぎこちゃん先輩はいい先輩なんですよ。めっちゃ持ち上げてるな。ふむふむ、いつもとっても優しいですし、いろいろ教えてくれますし。なるほどなるほど、いい先輩だというのが伝わってきますね。この放送を見て、黒川さん実はちょっと怖いっぽいけど優しいんだなっていう男性ファンが出てくるな。照れてる黒川さんなんて、さらに照れてる黒川さんを見て男の子たちがときめく、いわゆるギャップ萌えってやつだな。ちょっとちょっと、なんだどうした？さっきからあかねちゃんの表情ばっかだよ。もっと、いや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 、均等に撮れよお前。何してんだよ。スタッフの方でトラブルでしょうか？いや、ここカットでしょ。だっていやいや、何でもないです。いちいちそういうことを放送するな。そうですか。ではまあカットするけどね、ここは編集で。お話をお聞きしますが。いや、編集でっていうか、これね、このゲームの中ね、まあ、基本的にあのガールフレンドは垂れ流し、まあ他のゲームもそうなんだけど垂れ流しでいいんだけど、編集が必要なものはしっかり編集するんで。ありがとうございました。とっても楽しかったですよ。演奏もうまくいったしね、いい番組になったんじゃない？ああ、でもいい感じで終わったんだ。あとは私たちの編集次第だね。そうだな、少なくともさっきのシーンはカットするけど。絶対見に行きますからね。それじゃあ私たちはここまでってことで、行くよ桃子。はーい。ふぅ、終わった。無事に撮影できてよかったよ。お疲れお疲れ。すごく良かったと思うよ。お、結局良かったんじゃん。本当に？だったら安心したよ。あ、君もお疲れ様。あ、そういえば撮影中にともちゃんと話してたよね。あれ何かあったの？それがさ、彼ってばあかねちゃんのアップばっか撮っててさ。本当だよ、そんなんじゃダメだろ、一つの作品としてなんだから。私の？そうそう、ゲストのアップより多いんだもん。これじゃあかねちゃんの魅力爆発の作品になっちゃうよ。あ、でもお前はちょっとね、煩悩出しすぎだ。そんなことがあったんだ。ま、あとは編集次第かな。さてと、あれ、これホワイトバランスとかちゃんと調節したのかな。何もそこら辺打ち合わせてないけど。借りてくるのも頼んじゃったしね。うん、いいの？うん、2人は今日頑張ってくれたし、早めに帰ってゆっくり休んでよ。っていうかさ、帰るのはお前だけでいいよ、俺は残ってるよ。それじゃあ今日はこれで解散ってことで、次の企画も頑張ろうね。よし、次の企画はいつになるかはわからないが、もう8月25だし、俺も手伝うよ。あれ、まだ残ってたの？もう帰っていいって言ったのに。え、待っててくれたの？いやいやいや、待って待って待って、待ってたのはいいけどさ、手伝いやお前。ただ待ってただけなのか。完全にさ、一緒に帰りたいだけだろ。ああ、その前に、もうなんか俺の行動終わってんな。今日は本当にありがとう、君のおかげで助かっちゃった。ああ、お礼を言われるほどはないけどね。ほら、私のアップばっかり撮ってたって。いや、怒ってるわけじゃないんだよ。でもほら、その照れくさいじゃない。なんでそんなに
私ばっかり撮ってたの？カメラを動かすのが面倒で、桜井さんのいろんな表情を撮りたくて均等に撮ってるつもりだった。いやこれね、絶対選択肢的にはこれなんだよ。でも俺はちゃんとそういうとこやってるから、ちゃんと均等に撮ってました。そうなの？じゃあともちゃんが気にしすぎてたのかな。でも本当に助かったよ。そんなのさ、後で見りゃわかんだろ。撮影ができなかったもん。君は私じゃなかった、放送委員会専属のカメラマンね。何お前ちゃっかりわけわかんないこと言い出してるんだ。え、うん、桜井さんまだ撮るよ。私の実況コーナーっていうのも残ってるし、どんなコーナーにするかはまだ思いついてないんだけど。いやもうこれ終わったな。8月25でこの段階は終わったな。夏休みも終わりが見えてきたのにな。このまま思いつかなかったら間に合わなくなっちゃうよ。これ絶対間に合わないでしょう。絶対思いつくはず。そうだね、弱気になっちゃダメだよね。何、なかなかありがとう、強気だな俺。企画が思いついた。俺絶対無理だと思うよ。また撮影お願い。絶対間に合わないと思う。頼りにしてるんだよ、専属カメラマンさん。いや専属カメラマンはいいけど、だってここからまた評価上げていかないといけないんでしょ。8月26日、学園を見よう、街を見よう。いねえし、そもそも。どうしよう、学園の村上先輩だな。今日もいいお天気ですね。それで私に何かご用ですか？私に聞きたいこと。村上先輩のさ、聞きたいことシリーズってさ、結構評価が下がるんだよね。漫画について、運動について、スイーツについて。あ、これだったらね、スイーツについてだな。でスイーツって確かケーキ屋さんの話じゃなかったっけ。食べ物は好きですよ。特にケーキには目がなくて。そういえば以前望月さんに教えてもらったケーキ屋さん、そちらにとても美味しいショートケーキがあって。ショートケーキか。もう一度行きたいなと。え、そのケーキ屋さんの場所ですか？そうですね。私より望月さんが楽しいと思う。結局さ、こういう話ばっかりだよね。なんかどっか行きたいっていう話になるんだけど、結局約束を取り付けないっていう。美味しいケーキ屋さんを探してみたいです。それでは私はこれから用事があるのでこれで失礼しますね。あと町か。いやー、いないな、町でいないな。どうしよう、桃子ちゃんのところに行くか。あ、先輩こんにちは。先輩は夏休みの宿題って。いや絶対何にもやってない。絶対何にもやってないっしょ。私にご用があったんですか？私に聞きたいことがあるんですか？何ですか？聞きたいこと、勉強について、裁縫について、植物について。もう分からん。でもこの中でいくと、裁縫は本当にね、植物以上に興味ないから。で勉強も聞かないよな。でさっき宿題終わってないって言ったから、まあ植物について聞くしかない。いやいや、ごめんなさい。この選択肢は普通にわからないな。では私はこれで失礼しますね。先輩とお話ができてよかったです。評価下がったけどね。本当に良かったと思ってんのか。27日か。もう完全に夏休みも最後だな。ちょ、桜井さんいるな。今日も暑いよね。またあれだな、質問イベントだな。でこれでまた質問イベントとかをこなして、評価を上げてイベントやってっていう、多分繰り返しだと思うんだけど、もう無理だな、もう無理だこれ。何か私に聞きたいことがあるの？何何？旅行について、運動について、夏休みについて。まあ一応ちょっと夏休みについて聞いて評価を上げとくか。夏休みと冬休みだとどっちが好きか。私は断然夏休み派かな。まあこれは前もね聞いたからね。実況の勉強になるイベントも多いしね。
それに冬休みっていうか、選択肢的にはもうどれが上がるのかっていうのは結構把握してきましたね。さっきの朝比奈さんの選択肢は本当分かんなかったけど、勉強なのかな。だって裁縫ってあれでしょ、結城さんでしょ、やっぱり冬休みより夏休みで植物もダメだったから、残る選択肢としてはもう勉強しかない。あいつ勉強する感じには見えないけどね。そろそろ行くね。どっちかっていうと村上先輩の方がなんか勉強ができる優等生っていう感じっすよね。町で、C の3と。こんにちは。今日もいいお天気ですね。まだまだ暑くなりそうなので、こいつはこいつでこっから進まないししっかりしないといけませんね。それで何かご用でしょうか。はい、私に答えられることであればお答えしますね。夏休み、買い物、読書。夏休みじゃないの。夏休み。おー、ほらほらほら、うっかりいつもより遅く起きてしまうことがあるんです。こいつ寝起きに対して厳しいな。まだ寝起きの話題が多いな。お休みの時にはつい、夏休みでも規則正しい生活をしなければいけませんよね。夏休み明けの学園生活に支障が出るかもしれませんし、でも朝だけはどうしても苦手なんですよね。朝ね、女性結構朝苦手な人多いっすよね。すみません、この後予定が入っていました。私はこれで失礼します。まだまだ暑いので体調には気をつけてくださいね。もう完全に夏休みの最後の会話っていう感じだな。28日、もうあと何日、残り4日で夏祭りに多分イベントがあるんだけど、これイベント発生しないな、どう考えても。はい、というわけでもう多分次回が最後ですね。これはもうハッピーエンド迎えられない匂いがプンプンしますけれども、じゃあ次回もやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。